よいしょ。ちょっと野菜炒め終わったんで戻ってきました。野菜炒め終わったから戻ってきました。聞こえてる？切り替わってるかな？切り替わってますか？大丈夫ですか？どうだろう、切り替わってないかな。どうなんだろう。聞こえてる？こんばんは。聞こえてますか？聞こえてますか？聞こえてなさそう。聞こえてなさそう。返信が来ない。スノスノちゃん、タクちゃん、本日晴れちゃん、ハチちゃん、T ちゃんこんばんは、ツッチーさん、ハチちゃんこんばんは。野菜炒めてたならしょうがない。ちょっと火を扱ってたんで。まだ私8時、うん、18時にならないと思ってさ、余裕あると思って野菜炒め始めたらもう8時になってた。野菜炒め始めてさ、ちょっと秒でさ、なんか18時になってさ、あれと思って、私の感覚悪かったのかなと思って、多分ちょっとマネージャーさんと電話したからさ、感覚狂っちゃった。今さ、グッズの整理をしててさ、部屋の片付け、どう見える？一人で喋ってた？切り替えしたら更新したりして見えない？見えないですか？こんばんは。見えてないのかな？あ、じゃあちょっと待つわ、みんなのこと。ちょっとみんなのこと待ちますね。丸見えですよ。見えてんだ。見えてんじゃねえかよ。ビールパラさん、よつやちゃん、てっちゃん、たくちゃん、のりおちゃん、はちちゃん、ギリギリみやちゃんさん、再びこんばんは。そう、今25日の話をしてたんですよ。25日の YouTube ライブはピアバンダイのバーベキュー会場で配信させていただくんですけども、そう、緊張するわ。緊張して歌えないかも。緊張するし、知らん歌3曲は、うん、知らない歌3曲歌うからちょっと緊張するわ。うん、まあ楽しんで、間違えてもいいんでね、楽しんで歌えたらいいな。でも私間違えたりするとすっごいへこむタイプやから1ヶ月後にはステージで歌う。まあステージとかはいいんですよ、全然、正直
正直ステージとかはいいんですけど、バーベキュー会場とかそういうので歌うっていうのはね違うんですよね。何なんだろうね。まあみんなには分かんないよこの私の気持ち。ピーちゃん50カウントありがとうございます。ステージの上とやっぱり違うんですよね、雰囲気とかももろもろ。うん、まあ、私人混み苦手なんでね、まあ、ステージで歌うのもそりゃ緊張しますよ。ステージだから大丈夫とかないですよ。そりゃどっちも緊張しますよ。どちらとも緊張しますけど、まあなんて言えばいいんだろうね、まあ多分向いてないんだろうね私には、そう思うと。じゃあなんでこの仕事してんのって思われそう。ほんとそうだよねほんとそうだよね。なんでこの仕事してんだろうね。1ヶ月後にはステージねで歌うっていうか、まあステージって言ってもそんなに大きなステージだとは思わないんですけど。かまきちゃん50巻とゲゲメチャさんおつたき様で、なんだろうね。カメキちゃん50カウントありがとうございます。ギリギリメイチャソツタキ様です、こんばんは。15分経過しました、ありがとうございます。みんなありがとう。早いね、もう15分経過したの。何話してたか忘れちゃった何話してたっけ私。あーそうだ、25日に YouTube ライブありますよということでね、今回はリクエスト曲なんて募集しちゃったりして歌わせていただきます。リクエスト曲ね募集したんだけどね、全然知らない曲、全部知らない曲やったね。ほぼ知らない曲、ほぼっていうかもう9割 9.99% 知らなかった知らない曲ばっかりやったなんだこれっていう曲結構多かった。その中でまあなんていうんだろう、スタンダードなみんなでも知ってる曲を選びました。みんなが知ってそうな曲を、まあ、私でもサビだけは聞いたことあるなぐらいのニュアンスですけども、サビ聞けばああこの曲なのねみたいな曲を選びました。ライブハウスは楽よね。ライブハウス何なんだろうね。私人前に立つっていうよりかはカメラ前に立つとかの方が好きなんですよ多分そこの違いかな。人前に立つとカメラ前に立つっていうのは
違うじゃないですか、やっぱり。うん、一応陰キャなんでね、カメラの前、カメラマンだけじゃないですか、カメラマンとスタッフさんとっていうので結構理解ある方たちが目の前にいるんですけども、その場合、そう、緊張はめちゃめちゃしますね、人前は。やっぱり人前とかだと緊張するし、不安ばっかりやし、アイドルの時も緊張しかしなかったね、ステージに立ってる時。ステージってあれよ、劇場もそうよ、劇場、劇場もそう。だから私ラジオとか大好きだったの、メンバーとアシスタントとしていてくれる、アシスタントとかメイン MC でいてくれる芸人さんとかがいてくれて、だからロケとかもさ、ロッチさんと私たちだけじゃないですか。そういうのすっごい楽しいなって、そういうのはすごい好きで、あ、いいなとは思ってないですけど、ステージに立つっていうのはね結構苦手でしたね。うん、人前に立つっていうのは、まあ、その違いかな、私は。うん、なんでなんやろな、わかる。新参者の私、私青滝さんのアイドル時代を知らないからな。知らなくていいと思います。コウさんもゴンクにもいく、若干と、ありがとうございます。そう、私はすごいそれが苦手なんです。見られると緊張しますよ、見られると。嫌だもん、私人の視線とか感じるのすっごい嫌いだもん。自分が人間観察するのは好きだけど、なんで見るのって思うもん、なんで見てんのって思うもん。みちるさん、おつたきさんはです、全然思うよ、私人の視線とかマジで気になる。なんて言うんだろう、別になんか何も考えずに見てるたり、普通に見てる人いると思うんだけど、人の視線を感じるとなんか自分なんか悪いことしたかなとか、なんか自分なんか変なことしたかなっていう考え方に乗っちゃうんだよね。その目、その見られてる目が、なんて言うんだろう、いい方向の目、いい方向に感じないんだよね、私って。なんかいい風に見られてるようにしないんだよね。なんか知らないけど、アイドルの時からそうだった。なんかなんで見てんだろうな、なんかまた悪いことしたかなとか、また悪い部分あったかなって、まあとか、なんか下手くそなのになんで見てんだろうなとか感じかな。そんな風に考えながら人の視線を感じちゃうんだよ、ね、その人の視線を、なんていうの、自分のことを見てくれてる、やった嬉しいとかいう風に捉えられればいいんだけど、そういう風に捉えられないんだよね、自分が。自分はなんでなんだろうね。これは昔からこう、変えろって言われても変えれないんだよね。変えたくても変えれないんだよね。頑張って変えよう変えようとか、見られる仕事なのに、なんでなんだろうね。自分に自信がないんだよね。すげえ自分に自信ない人間やから、私は。面倒な性格だね。面倒な性格だよ。うん。面倒な性格すぎてやだよ。もっと楽観的にノリでいければいいのにね。ノリでいけるような性格であればいいのに、めんどくせんだよね。自分でももうめんどって、自分の性格嫌いだもん。多
分人に迷惑かけたくないとかそういう気持ちがめっちゃ強いのね私の中で。これ失敗しちゃダメだろうとか、これは絶対失敗しちゃダメだとか、ちょっと失敗 しただけとか、もうなんかねもういろいろ考えちゃって、なんか完璧主義な部分があるのかな、ちょっとだけ、ちょっとだけ完璧主義な部分があるのと思う。完璧主義をなくせにダメだダメだって思っちゃうんだよね心の中では。めんどくさいね本当に。だから私見られるの本当嫌いなんですよ正直言ってこういう風に見られる分には全然いいの。これは別に私が勝手に喋ってて勝手にやってることだからそれを見てくれてるみたいな。何なんだろうね、わかんないんだよね最近。もうわかんない、何がしたいのかも最近わかんなくなってきてるし、私は何を したいんだろうとか、私は何を目指してるんだろうとか、すっごい最近なんか頭の中でそれがぐるぐるして何にも身につかない。覚えたいことも覚えらんなくて、なんか身につかないんだよねそれが、ちらついて。もう最悪よ。挙句の果てに女の子の日突入したから情緒も不安定だし、お腹は痛いし頭は痛いし体調は激悪だしね。こんなこんなでやらせてもろてます。失敗なんて誰でもするからてへぺろってオッケー、そういう風な気持ちでいたいのよ私も。失敗なんて誰でもするさっててへぺろ別にいいのよ。そういう楽観的主義の楽観的な気持ちでやりたいんだけど、こうできなくてストイックな部分があるんだと思う。なんかプライドなのかわかんないけど、そういうストイックな性格なのかわかんないけど、そういうのがあるんだよね。それでなんかちょっとなんかあってなると、そのあっていうものをずっと引きずるみたいな。でたまになんか夜中になってそのあってなった時のことをまたフラッシュバックして思い出して、はぁって自分で落ち込むみたいな。めぐみのさん、ジュンディさんこんばんは。そう、それがすごい嫌。なんでそういうさ性格になっちゃったんだろう。体調もあると思うけど、でも私本当に別にその女の子の日だ、女の子の日の方がまあ割とそういうのは考えるし、そういう形になってしまうのは本当あると思う。体調はあると思うんだけど、それが重くなる、ヘビー級になるぐらい。だからこうやって今さこういう風に話してるんだと思う、そういう気持ちだから。でみんなに聞いてもらって少しもでもあの気が晴れるのかなって思ってる。そう、真面目なんだよね、本当バカ真面目みたいな感じ、もはやバカすぎるぐらい真面目なんだと思う。なんかちょっと自分が思ってるものとずれてしまうとすっごいやる気なくしちゃうのね。あと自分がこういう風にやりたいとか、こんな形でのことをものを作りたいとか、こういう風にしたいっていうのが少しでもずれちゃうとなんかやる気がゼロになっちゃうんだよね。あとはぁってなっちゃって全然そのことに対して考えられなくなって、それも嫌なんだよね。ちょっと違うけどまあ我慢しようっていうか、まあそれでいっかみたいな感じの気持ち、もっとラフな気持ちでいたいのに、私が考えてるのと違うってなっちゃうとなんかすっごい落ち込んじゃって、なんで分かってくれないんだろうとかいう気持ちになる。なんで汲み取ってくれないんだろうって、
じゃあ私が意見しても意味ないじゃん。そうなるんだったらじゃあ私の意見はいらなくないみたいな。最初からそうしてよって思っちゃう最初からそう言えばいいじゃんとか、時には妥協も必要だぞとか言ってみる。なんか聞くんだったらこうどうですかとか、こうなんかありますかとか、そういう風な風に聞くじゃないですか。だから私はこうやりたい、ああやりたいって、こういう風なことをしたいとか、こういうものを作りたいです、こういうこうこうこうですっていうものが、まあ、自分の中で脳内で構成されるわけじゃないですか。そうそうそう、それを伝えて、伝える、聞いてきたから伝えるんですよ私は聞いてきたから、聞いてこなきゃ私だって別に意見しないし、こういう風になりますみたいな感じで提示されたら、あそうなんだって、これが限界なのかなって思って納得する部分も出るんですけど、私に聞いてきて分かりました、やってみますみたいな感じでやって、全然違うものが返ってきて、なんじゃこりゃってなるじゃないですかでそれに妥協するのが、私は妥協するとか、なんかなんで聞いてきたのに全然違うの、最初からこういう風な提示してこいよとか思っちゃうんだよね。うん、そう、なんか申し訳ない、参考までにって聞いてみた的なのあるあるですよ。まあそうなんだよね、参考までに聞いただけなんだけど全然参考と違うやんって、参考までに聞いたものと全然違うもの提示されたらちょっとピキってなりません？私が短気なだけなのかな。私がわがままなんだかな。私がわがままな部分はね、想定あると、到底あると思うけどね、到底私は本当わがままだと思う。だったら仰せのままにやるってってなるもん私は。もう言った通りに、言った通りに定型文喋るし、言った通りにやるから、それを提示してって感じになっちゃうんだよね自分が提示したものに対して全然違うものが返ってきたら、じゃあもうそのままやります、はいやって、はい OK です、ありがとうございました、さささって書いたくなる。やることだけやるって感じになる、うん、ね。だから自分が思い描いたもの、思ってたもの違うとすっごい嫌になっちゃうんだよね、私の性格上。違うってなるの、こんなんやりたくないってなる、ね、やりたくなくなるとすっごいモチベ下がるの、何事にもモチベ下がっちゃうから厄介なんだよね。そのことにだけモチベが下がるだけだったらいいんだけど、他の周りにも伝染してやる気がなくなっちゃうんだよね。うん。どうにかしたいよね。もっと大人にならなきゃいけないとは思ってるんだけどね。マジでやる気なくなっちゃうよな。じゃあいいよってなっちゃう、本当に投げやりになる、本当にそう、投げやりパターン。ちなみに大滝さんいくつから NGT に？20歳じゃないかな、ちょうど20歳ぐらいに入りました。20歳になった年ぐらいに入りましたね。うん、20歳になった年に入ったからこんな感じかな。でも我慢もいっぱいしてるつもりなんですけどね、私。みんなにはさ、わがまま娘だとかそういう風に見えるかもしれないんです。強めな女、
強気な女、強めな女、怖い女みたいな感じで見えるかもしれないですけど、いや相当結構我慢してきた人間なんですよ、中学生高校生から。ちゃんと我慢してますから、その我慢してた部分が今出てんのか分かんないけど、まあ YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。もうオチがなくなっちゃったからとりあえずチャンネル登録よろしくお願いします気軽に見てください。 YouTube は皆さん本当作業 BGM みたいな感じで見てくれると嬉しいです。見てくれて聞いてくれると嬉しいです。ただ単に、ところで野菜は炒めただけで食べないんですが、まだ炒めて下準備しただけじゃないんで、まだ終わってないですもん。野菜炒めただけじゃん。まだ味付けも何もしてないですよ。とりあえず炒めたんですよ。火を通したみたいなもんですよ。これから食べれるように最終に整えなきゃいけないんですよ。お腹痛い、マジでイライラする、このお腹の痛さが。そう、まだ痛めただけなんですよ。これからやんなきゃいけないんだけど、お腹痛い。薬切れてきたね。やばい、薬切れてきたからこんなイライラしてるんだ私。こんななんか情緒不安定なこと言ってんだ。またどうせなんかケロってなんか変わるんですよ、こういうのって。意見なんか綺麗事、ほんとにもうさやか、ムカつくうーん、頑張りたいのに頑張れないの本当に嫌なんだよね。もうなんかもう本当に今やる気が全然ゼロすぎてどうしようって思ってる。でも頑張りたいみたいな、から元気みたいな、からやる気みたいな感じで今頑張ってる。もくんぼいさん久々ですね、こんばんは。全然来ないじゃん私のルーム。おかえり、ただいまって、おかえり。アビスさんこんばんは。チョームシーンは痛い痛いって言ってたけど、ここには分かんないですか。痛い、もうお腹痛いし腰も痛いし、意味わかんないこと言ってるし今みんなに、今みんなもう全然さ、まとまった話、まとまった言葉で話す人間じゃないからさ、みんなにさ伝わるかどうかもわかんないような話してたから、本当にもうみんなあれですね。仕事終わってシャワー浴びてきた、おかえりなさい。何？何の報告？何の報告？そうですか。今日暑かったもんね。なんかね、突発的にね、やるな、急にね、なんかグッズの整理しようと思って突発的に今日もやってたし、謎すぎる。何なんだろうね、本当にこの時期ってマジでよくわかんない私の中で。でね、この時期になるとね、なんかね話しかけたらやばいから話しかけないでおこうっていう方多くて、ね、コメントも少ないからね、コメント少ないとね私も喋れないんですよね。お腹痛いし何も考えれないからこういう話ばっかしちゃうんだよね。別にマイナスな話してるわけじゃなくて、そういう人間なんですよねっていう話を今みんなに聞いてほしくてしてたみんなに聞いてほしくて、別にアドバイスとかは全然いらないんだけど、こういう人間なんだよね、最悪だよねって、最悪だねって、最悪な女だよって思われればいいかな性格最悪だなって、最悪じゃないよ、そんなことないよって
ていう言葉も求めてる部分もあるかもしれない正直そういう性格好きだよ、ありがとう、求めてた、マジそれマジそれ求めてた、たくちゃんの言葉ありがとうありがとう、嬉しい。なんやかんや最悪だったら応援してないです、ありがとうございます。最悪なんですよ、自分の中では最悪って好き思ってる、自分のこと自分の中では最悪、本当もうなんていうの、なんていうんだろうな、本当地下人間だと思ってる。私の性格は天国がすごい最高だとしたら地獄それぐらい私は自分のことを卑下してる、自分の性格を卑下する人間、それぐらい。まあでも正直そうやってまだまだ人、もう本当そういう性格、まだ最悪だ、まだまだ人間だっていうストイックな部分、プラスに考えたらストイックなのかもしれない、ストイックさがある。まあよく言えば伸びしろがあるんですよ、あとは上に行くだけですから、地獄から天国に。地獄から天国に行くだけですから。はちちゃんから回復薬、元気100倍、ゆりパンマン。ありがとう。お酒飲みたくなってきた。お酒飲もうかな。でも21時から。マシェバラ配信があるので、マシェバラ配信頑張りたいと思います。2ヶ月ぶりのシンバルちゃんがハッシュタグタキちゃんズ、ありがとうございます。82人目ありがとう。82人もタキちゃんズいるよ、すごいよみんな、ありがとうね、本当に嬉しいよ。私は82人ものみんながタキちゃんズを目指して応援し、ポイント応援をしてくれたってことに本当に感銘、ありがとね、こんななんかこんな、本当ごめんねみんな、ありがとね、みんなは最高、みんなは最高、本当にありがとう。てっちゃんこれからまだお仕事あるんだ、頑張って、朝からすごい働く、頑張って、そして私をあのもらってください、無職になるんで私をもらってください。てちゃんからお風呂敷ギフトありがとう。はちちゃんから元気100倍ゆりパンマン、はちちゃんありがとう。もうこういう時こういう考えすると本当に無職になりたいってね、最終的私はもう仕事放棄したいって思っちゃうんだよね、この時期、今の時期、今すごいダウン、もう本当に心が死んでるから、もう無になりたい、もう無の境地、うつ病なんじゃないかって思われそうだよね。そんなことないですよ、病院でまあ別に診断してもらったりするわけではないですけど、多分うつ病とかではないと思う。PMS だっけ、 PMS の可能性はあるし、可能性はあるけど別に私診断されてないから、それは医者に診断されてないのに私こうなんだよね、ああなんだよねっていうのは嫌だから、そういう人はあんま好きじゃないんだよね正直言って。うん、医者に診断されてこうでした、結果がこうでしたっていうのは全然いいと思うんですけど、私ってなんかこうだからちょっと嫌なんだよね、ああいうの嫌なんだよねとか、こういうの嫌なんだよねとかいう、そういうよくわかんないなんか病気の名前出してさ、なんかさ、だからこういうのやめてほしいんだよねとかさ、私こういうこうなんだよね、性格こうなんだよねみたいな、私これだからこうなんだよねみたいな言う人、ちょっと私は引くねたまにいるじゃん。いやもうそれはさ、もうなんていうの、医者に診断されてのかわかんないけど、自己判断で結構そういう風な形で言う人は
その名前を出しながらこうこうこうっていう人は大体自己判断だと思ってるんだよね。多分だって普通にそういう病、そういう病気病を持ってる人がそういう風な形で多分言えないもん、人に普通は。あ、迷惑かけちゃうなとか思うもん、だって普通に。そういう人いるよねっていうね。そういう女いるよねって。そういう男いるよね。たまに。ほんと。自分の一人称かのように言う人いるもんね。謎のフルコ、ありがとう、ハチちゃん、フルフルフルルコーチ。フルコもありがとう。助かるよ。ありがとうだよ。嬉しいよ。歯のこのイベント3位以内には入れたらいいなと思っておりますので、3位以内目指して頑張りたいと思います。歯、歯イベ3位以内。3位以内だとなんか歯のなんか歯グッズもらえるんですよ。歯グッズ、歯のグッズがもらえるので、3位以内は目指そうかなと思っております。1位だと高級歯ブラシ、高級電動歯ブラシもらえるんですけど、3位以内だったらなんか歯に関係するあれ欲しいな。私あれ愛用してるものがあって、お口レモンっていうね、あのシリーズの、あのお口クチュクチュ、持ち運びのお口クチュクチュ、私は毎日持ち運んで持ち歩いてるんですけど、あれ便利だからあれ大量に欲しいな。ヨッシーさんこんばんは、ありがとうございます。もらえるんだったらそれ欲しいな、マジで。あれは使え、私みんなにあれおすすめしたい、持ち運びのクチュクチュペーのやつ。あれめっちゃいいよ、すっきりするよ。なんか本当にあれ本当に使えるから使った方がいいよ。私のおすすめ、お口レモンのやつ。おいしい。モンダミンじゃないのよ、お口レモン調べてみ、出てくるから。お口レモン、え、お口レモン歯が溶けるって書いてあった。怖、嘘。お口レモン嘘って何。お口レモン人気やん。お口レモンはいいんだよ。え、でも全然人気だったわ。全然違ったわ。やばいやつじゃないよ、お口レモンは。私はだって私正直歯溶けてないし、ずっと使ってるけど歯溶けてないよ私は結構使ってるけど本当に歯溶けてないから大丈夫。ほら健全でしょ。トゥルンの母さんこんにちは。私が使ってて全然歯溶けてないから。このお口レモンはお口の中の汚れ、磨き残しを除去し、口臭の原因のタンパク質を固めて洗い流す口内洗浄液ですって。こういう感じのやつ、この棒状のやつなんですよ。この棒状のやつ、これ1本で1回分のやつで5本入って220円。だからこれポーチとかカバンの中とかに忍び込ませやすいんですよ。だから好きなんです。私の見る、こっちか。あるかな、今。あったあったあった、これ、このポーチの中に入れといてるんですけど、私のはお口チェリーですね。お口チェリー、
これチェリー味だからお口チェリーなんですけど、このさっきののレモンバージョン、レモンじゃなくて、チェリーバージョン、これこれです。これもいいんですよ。これが口がすっきりするから、みんなこれ持って行った方がいいよ。スキピとかに会う時にいいんじゃないかな。そう、よくそういうのラブホにありますよね、ありますよねって私に投げかけてるのえ、私に投げかけてる、ハチちゃん、こういうのありますよねって。そうなんですか、あるんですかラブホに。おるんぞ。へえ、初めて知りました。初めて知りましたよ、本当に。そうなんよ。へえ、これね、ラブホに置いてあるんだ、こういうのが。へえ、私はカバンに忍ばせて。すごいな、私に問いかけとるのおもろいな。初めて知りましたって言っとくわ、初めて知りましたとか言っとくわ、とりあえず。そうですねとか言えないからねまあ全然28歳なんで言える年ではあるんですけどね、全然言っても問題ない年ではある。でもね、まだまだゆりあちゃんのことをアイドルだと思ってる人間もいるんですよ、一応ね。あそこへの配慮ん？おさまさん、こんばんは、ありがとうございますフォローありがとうございます私がラブホに行ったことあるかないか皆さんのご想像にお任せします。はい、全然お任せします。皆さんのおすか好きに想像してほしいわAmazon で届いたものをね、開けようかな。この新しく買いました iPad も立てれるぐらいのやつが欲しいなと思って、 iPad 立てれる三脚、折りたたみ三脚、頑丈めの三脚欲しいなと思って、これ頑丈そうだからちょっと買ってみた。頑丈かどうかわかんない、頑丈そうじゃない、ほらほら、これだったらいけるでしょ、シリコンか。これでいいのか、おー最悪。お茶をさ入れといた、さお茶を入れといたコップこぼした。あー最悪。イライラするな、もう。ああ、最悪。わ。これはいい。もしこれは捨てるから。あ、頑丈そう。で、この
まあまあ落ち着いてね。もう最悪よで、これがこれすごくない？これ入るの？あ、こっちが伸びるんだ。こっちが伸びる、よかった。あ、入る入る、大丈夫大丈夫。で、これはここで調節できるんで、これが最小値だから、スマホとかすごいね、これ便利じゃない？これで調節できるんだって。縦でもいけるのか。じゃあ全然縦でもいけるわ。私のうねうねがついてるから無理やけど。めっちゃ便利やんこれ。これめっちゃ便利じゃんね。でもこれどうやってあ、こうか、こうが正解なんだ。こっちが下らしいで、これにこうだね。ほらこうやって、よくない？軽いしね、この棒軽いんです。この棒軽くていいわ。これとこれなんかうまく持ち運べたらいいけど、こうカチッとはなんないけど、まあコンパクトっちゃコンパクト、コンパクトっちゃコンパクトじゃねっていう、ね、いいの、いい感じっすね。これ何、これこれ何なんだろう。あー、なんかもう一個つけられるんだ、カシャンって。なんかマイクとか、中国のやつよねこれ。中国のやつですね。あ、間違えた、スクショしちゃった。ほら、なんこれ、女、なんか私メーカー違いで買った、メーカーとか見ずに買ってたら同じメーカーのやつ買ってた。ウケるんだけどよかった、同じメーカーのやつ買って。え、マジで私メーカー見ずに買ったら同じメーカーのやつ買っててウケるんだけどこれめっちゃ偶然、マジ偶然、びっくりしたの。で、なんか一緒に届いたからびっくりしたんだよね。そういえば一緒に届いたから、あれ一緒に届くんだと思って、珍しいと思って、そしたら同じメーカーのやつ、なんか入ってる、合格書。そう、軽いのよ。雑に切っちゃった。 A 型なんで、これでも A 型なんですけど、なんか A 型が嫌がるような切り方しちゃった。ほらこれでも A 型です。一応言うけど、言うけどこれでも A 型です、はい、こちらいいの買いましたね。ここは何なんだろう。あ、これか、ここも動くんだね。ほらめっちゃいいやんこれ。今のさ携帯は手ぶれしないからさ、別に書くといいもんね。手ぶれ機能とかいらないもんね、正味。これだってさ、これ1個でさスマホもいけるからラッキー。私 A 型なんだよ、意外にも。こんなね、
んなね見た目だけど A 型なのよ。だからストイックなのかな。めっちゃいいよ。縦にできればいいけど。ああ。結構がっちりホールドされるね。iPad をはめてみないとわかんないな。あとは間違えた、緩める場所間違えた、緩めるもん。あとはちょっと iPad がうまくできるかどうか試したい部分がありますね。こうしてこうしたらこうしてこうしたら縦にもできんじゃんね。ねえ、ほらこうしてこうしたら縦にもできる。素晴らしいね。いい配信グッズを。ということでちょっとご飯の続きをしたいと思いますので、この枠配信終了したいと思います。皆さんこの枠もありがとうございました。Thank you. みんな本当にありがとうございます。すいませんね、本当にこんな性格で申し訳ないです。そんなのにもかかわらず応援してくれる皆さんありがとうございます。13位から誕生日発表します。13位スピリンちゃんありがとうございます。12位モコンちゃんありがとうございます。11位ココちゃんありがとうございます。11位ターボーさんありがとうございます。10位ターボーさんありがとうございます。9位タクちゃんありがとうございます。8位ジュンボさんありがとうございます。7位ハコウシありがとうございます。6位マストンちゃんありがとうございます。5位プチプチちゃんありがとうございます。4位トンピーマンさんありがとうございます。3位スノスノさんありがとうございます。2位テちゃんありがとうございます。1位がどこ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 ちゃん、ハテちゃんありがとう。次枠23時30分から、ショールーム配信します。よろしくお願いします。タカコピファンレベルアップありがとう。プチプチちゃんもファンレベルアップありがとうございます。では皆さんこの枠ありがとうございました。おつたき様でした。バイ。